海軍作戦部長期アメリカ海軍作戦部長はアメリカ合衆国海軍省における最高位の軍人で統合参謀本部議長または副議長が海軍から出ていない場合はアメリカ海軍における最先人の士官である。任期は4年。現在の海軍作戦部長はマイケル・エム・ギルデー大将である。海軍作戦部長の職は海軍改革派と連邦議会が 政府軍人の権限拡大を嫌う女性ファス、ダニエルズ海軍長官の反対を押し切る形で1915年3月に小小職として新設されたが、議会は翌1916年8月に大将職に格上げした。設置時の経緯から海軍作戦部長には艦隊指揮権も海軍省の各局長に対する命令権も与えられず、その権限は強くなかった。 しかし、真珠湾攻撃でアメリカが第二次世界大戦に参戦すると、フランクリン・ルーズベルト大統領とフランク・ノックス海軍長官は、1941年2月に常設職としては廃止したばかりの合衆国艦隊司令長官を大統領令第8984号によりコミンチの略称で復活させて艦隊指揮権を与え、 アーネスト・キング大将を任命した。このため、海軍作戦部長、ハロルド・スターク大将とキング大将のどちらが、海軍のトップかわからない状態になって部内に、混乱が生じ、スターク大将がクノを辞任したので、大統領令、第9096号によって、合衆国艦隊司令長官権海軍、作戦部長の肩書きが新設され、コミンチ・クノのキングがコミンチトクノの職務にあたる。 形となり、区のに、海軍昇格局長への監督権が与えられた。第二次世界大戦が終結すると小民地は廃止され、再び区のがトップとなった。海軍作戦部長と和訳するのが一般的であるが、近年になり、海軍作戦総長と和訳する動きがある。海軍作戦総長という和訳をしている、軍事評論家の野木慶一は、海軍作戦。 部長では単なる部局の長と誤認される恐れがあるが、海軍作戦、総長であれば、同じく統合参謀本部の構成員である、陸軍参謀総長及び空軍参謀総長と釣り合う、という趣旨を述べている。アメリカ国防総省編、軍事用語辞典によれば、オペレーションは、軍事的衝突が関係する活動だけでなく、補給や訓練、管理まで含む概念で、日本語の、 作戦より広い概念であるため、シーフオブネーバルオペレーションズを海軍作戦部長と訳したのは、ご役に近いという指摘もある。ありがとうございます。